はい、皆さんこんにちは、ひろきです。本日来ている駅はここ地下鉄東映新宿線のここ篠崎駅に来ています。実はこの駅、東京都における最も一番東側の鉄道の駅なんですね。篠崎一つ先に行くともうこの東映新宿線の終点元八幡なんですが、今回はこの東京都の一番東側千葉寄りの篠崎駅から東京都の一番西側の駅を目指していきたいと思います。もうすごい地下鉄の駅だから、もう風がすごい。皆さん、一口に東京都と聞くと、まあ人がたくさんいて電車やバス、タクシーがどんどんと走っている大都会、そんなイメージ持たれる方多いと思いますが、東京都はこの東側、それから都心部と西側とのね、景色のギャップ、風景のギャップっていうのがものすごいんですね。同じ東京都でも東側と西側で相当ギャップがあるんだってことを味わっていただければ幸いです。ではでは、この東京都最東端の都営新宿線篠崎駅から本日もよろしくお願いいたします。さあ、東京都横断の旅、旅の始まりはこの篠崎駅から。地下鉄の駅なのでなかなか篠崎駅で地上に出ることはありませんが、立地を確認すると東京都の本当に東側、以前車の動画でもご紹介しましたが、首都高7号小松川線がすぐ近くを通っていて、京葉ジャンクションなんかもこの近く、まさにこれ高架を走っている正面に見えているのが首都高7号の小松川線ですね。すぐお隣のこの都営新宿線の終点元八幡駅は江戸川を挟んで反対側、千葉県の方にあります。さあ、一体東京都は東側と西側でどれぐらい景色のギャップがあるのでしょうか。で、まずご注目いただきたいのが、これ都営新宿線って都営、つまり東京都交通局によって運営されているのにもかかわらず、これ篠崎から先、元八幡駅の方はなんとね、千葉県にあるんですよ。この都営地下鉄の中で唯一東京都外にあるのが、あの千葉県のこの都営新宿線の元八幡駅。もともと元八幡からさらに北総線の方、千葉県の方にこの都営新宿線は千葉県営鉄道として延伸する計画があったみたいなんですよ。なので、ね、元八幡だけなんか千葉県っていう仲間外れになっているってわけですね。この都営新宿線の通過放送怖くないですか？あのなんか小学校中学校とかでよくあるあの防災訓練で流れるようなアラームが流れるんですよ。不気味だな。うわ、怖いってこれ。まずはこの都営新宿線に乗車をして、各駅停車の新宿行き、山手線をまず東側から西側へ横断していきたいと思います。地下鉄は車窓が見えないので、なかなか自分らがこうどこを今走行しているのかって分かりづらいと思うんですが、この都営新宿線はだいたい JR 中央線のような形で、新宿から線路が右側、東側に伸びて千葉県の元八幡の方まで伸びています。新宿までだと駅数が結構多くてですね、所要時間はだいたい新宿までで40分弱となっているんですが、この都営新宿線は他の地下鉄にはないような急行列車の運転が行われている地下鉄路線でもあるんです。こうして各駅停車の時刻表を見てもらうと、かなりおびただしい数の駅が並んでいますが、途中この後急行列車に乗り換えるので、急行列車だと新宿まではポンポンポンと行くことができます。そしてこの都営新宿線は日本で唯一の特徴を持っている地下鉄でもあるんです。これトンネル内ちょっと見えづらいと思うんですが、線路幅にご注目ください。この線路幅がかなり特殊で、新幹線の線路幅とも JR の在来線の線路幅とも違う、また独自の線路幅を採用しているんです。これが馬車軌道というやつで、昔東京馬車鉄道、東京で走っていた馬車鉄道が採用しているその新幹線と在来線の間の中間の線路幅なんですね。他の大手私鉄とか JR 在来線とかに線路幅を合わせれば直通運転できるのに、これだと他の鉄道路線と直通運転しづらいんですよ。これなんでかっていうと、直通先の京葉線、今京葉線と直通運転をしていますが、その京葉線がもう元からちょっと特殊な馬車鉄道の線路幅、馬車軌道を使用していたんです。で、この都営新宿線ができて直通運転を京葉と行おうぜっていう話になった時に、京葉の方の特殊な線路幅を馬車軌道から標準機、あのつまりは新幹線と同じような標準の線路幅に変えてよって京葉に打診したんですが、ただ断られてしまって、結局この都営新宿線が折れる形で京葉線のちょっと特殊な馬車軌道に合わせる形で建設をされたんです。
この特殊な馬車軌道を採用している日本の地下鉄はこの都営新宿線のみ。皆さんもこの路線乗った時、あの線路幅に注目してみてください。本当に中途半端な線路幅になっているのがよくわかるかと思いますよ。そう、そしてこれ地下鉄と名乗っているのにもかかわらず、ここで地上に出てきましたね。この東大島からさっき通過した船堀の間っていうのは、地下鉄らしからぬ地下から地上をすっ飛ばして高架を走る区間になっているんです。すれ違うのは京王線の車両ですよ。このように京王と直通運転が行われています。東京のこっちの東側の方で京王の車両を見るとやっぱり違和感が拭えませんけれど、ここで頭上の首都高中央環状線とクロスしていきます。この東大島から船堀の区間は3つの川を渡るんです。荒川と中川、そして旧中川なので、ここら辺周辺は地盤がかなり緩い区間になっています。地盤の緩い区間に地下鉄を通そうとするとかなり地下深くを通さないといけなくなります。安全上の問題で。そのため地下深く通すよりかは高架で鉄道を通した方がいいということになり、このようにこの区間だけ、川を渡る区間だけ地上にひょっこり顔を出すような形になるんです。そして到着したこの駅はホームが大きなカーブを描いていて、このように駅員さんがホームに常駐している駅でもあります。安全対策を行っているんでしょうね。この東大島駅はちょっと特殊で、なんと駅のホームが川の上、旧中川の真上につけられているんです。うちのチャンネルでも川の上にある駅としてご紹介をしましたが、この東大島駅を出るとまた再び都営新宿線は地下の方に潜っていきます。東京の地下鉄とかだと丸の内線も東京のかなり凹凸のある地形から途中で谷になっているようなところで顔を出したり、あとは東西線に関しても東側の千葉地域の方では地上に顔を出したりしています。この都営新宿線の地上区間は、まあ、川を3つ渡ったり首都高とクロスをしたりなどなど、かなり開けた視界を楽しむことができる地下鉄地上区間の中でもかなり景色の綺麗な区間だと思いますよ。続いて到着したのはここ大島駅なんですが、この駅もちょっと地下鉄らしからぬ面白い設備を持っている駅なんです。地下鉄といえばもうその名の通り地下に駅を作っているわけで、なるべくスペースを少なくした方が建設費用が安く済む。ですがこのように真ん中中線が用意されているんです。この大島駅は地下鉄にしては広めの2面3線の対線がある駅になっています。都営新宿線はまあこの後もお見せするんですが、岩本町とかこう2本ではなく上下線プラス1本対線がある駅が多く見受けられるんです。これも当時の千葉県営鉄道、元八幡から先千葉ニュータウンの方にこの都営新宿線が延伸する計画があって、その名残だと言われているんですね。ほらこれ岩本町駅もよく見ていただくと真ん中中線がもう1本あります。2面3線の構造になっていて、でこの真ん中の中線は急行列車が運転される際に列車が待避を行ったり、またこの当駅止まりの列車を一旦置いておく、また折り返しさせるような設備、そういった役割を担っているみたいなんです。1960年代の高度経済成長期に千葉ニュータウンの建設が開始されることになります。その時に、まあ、東京から千葉ニュータウンの方に鉄道を伸ばした方がいいよねということで、元八幡駅から先新鎌ヶ谷現在の北総線の方までを千葉県営鉄道の北千葉線が建設をして、で直通運転をニュータウンの方まで行おうという計画があった。ただニュータウンの建設も1970年代にオイルショックによる物価高騰などでおぼつかなくなってしまい、結局建設は凍結されることになり、でそれの名残新鎌ヶ谷の方まで急行列車の運転をすることが想定されていて、そのために一部の駅で線路が1本多く設置されているというわけなんです。今まさにここ神保町で下車をして、ここから乗車するのは急行列車、急行の笹塚行きに乗車をしていきます。皆さん、この神保町駅は世界最大級の本の街と言われていて、これホームも最近リニューアルされたんですかね。これ本をモチーフとしたデザインでしょうね。これね、神保町の駅の外を降りるとね、ほんとこれ大学もこの近くだったんですけど、古本屋がたくさんあって、その本好きにはねたまらないような街並みがずらっと広がってるんですよ。地下駅なのでなかなかイメージはきませんが、地上の方に出るともう本屋が大量に並んでいるんです。その数なんと200店舗となっています。神保町といってもイメージ湧かない方多いと思いますが、 JR 線でいうと山手線の内側に入ってきて、これ新お茶の水とか、あと JR 中央線のお茶の水駅が歩いて大体10分ぐらいのところにありますね。ここからさらに
西側へと行き新宿駅までを目指していきます。ここから乗車するのは急行列車をやってきましたね。笹塚行きの急行列車、この急行列車もなめてかかれませんよこれ、まあ、ここ神保町から新宿まで乗車すると、まあ、大したことはないんですが、ただ全体新宿から元八幡までで見ると半数以上の駅をすっ飛ばすという超絶速達列車。新宿から元八幡で比べると各駅停車の場合の所要時間が約40分で急行は30分と10分も短縮をしているわけなんですね。狭い地下にトンネルを通すので基本的にまあ地下鉄は途中の待避設備なんかがない駅が多いんですが、もともと千葉の方に延伸する計画があった頃の設備を使って途中岩本町、大島、水江で待避を行って急行列車が普通列車を追い抜いているわけなんです。なので前を気にすることなく割とスムーズに新宿まで来ることができます。すっかりこれ京王線カラーのピンク色になってますけど、新宿駅の京王線は京王新線と京王の本線があって別々の場所に存在しているんですね。だけれども同じく新宿駅、こっちの新線のホームは1面2線の新宿駅にしては結構狭めの作りになっています。都営新宿線のカラーは緑色ですが、ホームドアにはもうすっかりここから京王新線だよと言わんばかりのピンク色のラインが描かれていますね。で、面白いことにこっち側元八方面に行くホームドアはこのように枝豆みたいな緑色、黄緑色のホームドア、都営新宿線仕様になっています。で、ホームもこれよく見ていただくと本来であれば1番2番と来るはずなんですが4、5と来てるんですね。これは京王線の本線のホームが1番線、2番線、3番になっていて、で、それの続番になっているというわけなんですね、京王新線は。さあ、そして新宿駅までは都心を東西に貫いてきたわけなんですが、東京都はまだまだ長いですよ。ここから特急列車を使用して一気に西側へとワープしていきます。さあ、ここから中央線は中央線でも青色の中央線ですよ。特急専用ホーム、このホームを下るときはもういつもワクワクするな。ここちょっとねお弁当もバッチリ購入したんで、ここからは14時30分発の特急開示31号に乗ります。このご時世でもこうやって駅弁屋がやってるのはありがたいですよね。バリバリこれホームでも駅弁売ってるんだ。これ14時30分出発の甲府行きなんですけど、入線も僕が入った10分前ぐらいにもうすでに入線が完了してるみたいで、こうね中央線で移動するときにどうしてもこれご飯食べる時間ないっていうときにこの特急列車はめっちゃ便利で、移動中、まあ、新宿から今日立川まで乗るんですけど、立川までもこの入線時間を含めたら大体30分ぐらいもうこの車両の中の空間に入れるので、その間にねこうお弁当をパッと食べたりとかして結構時間を有効活用することができる万能な特急列車。これの1個前の中央線特急351系とかは車両の前面にボーンとライトが1つついている目玉親父みたいな車両だったんで、顔面偏差値は多分10ぐらい上がったのではないでしょうか。もう本当にスタイリッシュでかっこいい、現代を象徴するかのような見た目になっています。この中央線特急には2種類あって、開示号とあずさ号、そのうち開示号は比較的短い山梨県の甲府あたりまで行く列車で、あずさ号の方が長野県松本方面に行く列車ですね。で、今回せっかくなんでちょっとグリーン車に乗ってみようと思うんですが、このグリーン車が割と賛否分かれていて、結構快適っていう人と、それからまあ旧型車両の方が座席ふかふかだったよねとか、グリーン車が3列じゃなくて4列になってちょっと狭くなっているみたいな声もあるんですが、僕個人的にはかなり見た目も高級感があって設備も充実している万能なグリーン車だと思いますよ。この列車は特急開示31号甲府行きです。出発の5分前ぐらいなんですけど、開示後グリーン車貸し切り、ご覧ください、この超豪華なレッドカーペット。最近の新しい JR の特急列車のグリーン車はなんだかんだこう座席が硬いとか言われがちですけど、バブル期あたりにできた特急列車と比べると座席のふかふか度は劣るかもしれないけど、でもこの超広々とした横幅、シートピッチも十分だし、何よりこの353系のグリーン車のいいところはこの高級感ですよね。レッドカーペットでこのワインレッドを基調とした色、
中央線はもう皆さんもご存知の通り利用者数も多い路線ではあるんですが、他の上野東京ラインとか湘南新宿ラインとかと比べてグリーン車がついていないので、このように特急列車を利用する方っていうのは一般の方でも多いのではないでしょうか。その本数も多いですし、あずさ号開示号を含めるとだいたい新宿から日中は30分に1本ぐらいで出ているような気がします。さあ、ここ大都会、世界一の乗降客数を誇る新宿駅を出発して、さらに西側へと向かっていきます。最近では座席未指定サービスっていうのが導入されて、で普通車の方は空席を確認することができる赤緑黄色のランプが搭載されているんですが、グリーン車の方にはないんですね。頭上もかなりすっきりとした見た目になっています。今の時間2時過ぎ、ちょうどお昼終わりぐらいなので、お弁当屋さんの品揃えも、まあ、よくはなかったんですね。なのでサーモンとシューマイ、これ崎陽軒のシューマイ弁当だと思うんですけど、シューマイ単体で買うのは初めてだな。にしてもちょっと買いすぎてしまった感否めませんね。よく利用される路線ということもあって、中央線はおそらく線路の整備が行き届いているのか、乗り心地が本当にいいんですね。電車を音で表すとガタンゴトーンガタンゴトーンって言いますよね。昔僕も小さい頃祖父母によく言われていたんですが、その音を聞けるのは多分駅の到着時とかポイント通過時のみですよ。基本的にはこのスーという音が響く、車内にこう響き渡るだけで、ガタンゴトーンという言葉が死語になる日も近いのかもしれませんね。そしてゆっくりゆっくりと通過していく駅はここ途中三鷹駅ですね。おそらくこの三鷹駅も今では特急あずさ開示号、特急列車は全通過なわけなんですが、一昔前まではおそらく開示号の一部の列車が停車していたような記憶がありますね。今ではあの快速列車、山梨の方に行くお座敷の臨時の快速列車とか、あとは夜に走っている減便されまくりの成田エクスプレスの一部が停車するくらいですね。ここから中央線は三鷹の車両基地をさらに上、高架線へと入っていって、中央線の高架区間へと入っていきます。路線図で見てみても、この中央線はまっすぐな直線になっています。特に立川までは。なので、もっともっとかっ飛ばしてスピードを出してもらいたいところなんですが、この中央線の東京駅からさらに八王子駅の間の最高速度っていうのは100キロに設定されているんです。この E353 系の性能自体は最高130キロなのでもっと出せるんですが、ただこの直線ルート、さっきのあの都営新宿線を思い出していただくと分かりやすいんですが、中央線は複線で上り1本下り1本 でこのように途中の国分寺とか途中駅で前の列車を追い抜かすしか、その速達で先に進む方法がないんですね。なので、まあ仮に130キロとか爆速で走行したとしても前の列車どん詰まりになっちゃうんで、結局待たないといけない、停止信号になってしまうということで、制限速度は特急列車であれど100キロに設定されています。まあ特にこの時間14時台とかは列車の本数が特に多いわけではないので、中央線特急の中でも比較的早いような感じ、トントン拍子で立川の方までは進んでいます。これが同じ特急開示号とかあずさ号だったとしても、ラッシュの時間に運転されている場合は頻繁にね、前の列車が詰まって途中で停車したりするんですよ。運行本数がかなり多い時間帯ですからね。そして西国分寺駅を出発するとしれーっと真ん中に一本の線路が地下から顔を出してきます。外側にあるのが中央線の本線で、真ん中は国立支線、あの新小平武蔵野線の方から伸びている線路で、これもうちのチャンネルでまあ散々紹介をしましたね。路線図から消えた線路ということで、ここでしれーっと何事もなかったかのように中央線に合流。これ大宮からの直通列車の八王子行きの武蔵野号とかが通るルートですね。直角に交わる武蔵野線と中央線をつなぐとっても重要な路線です。
まもなく立川に到着です。6番線到着、お出口は右側です。本当はこのまま甲府とか山梨長野の方に旅しに行きたいんですが、まあ、今回は仕方なく立川で下車。立川から先もう一駅行くと八王子の方まで行ってしまいますが、八王子まで行ってしまうと東京都の最西端には行きづらくなってしまうんです。もう本当ご飯食べてたらあっという間にもう立川に到着してしまって、特急列車堪能する時間あんまりありませんでしたけどね。さあこの列車は甲府駅へ向かってひたすらに進んでいきます。この中央線の東京都の一番西側って言ったら高尾駅が挙げられるんですけれど、ただ東京都ってちょっとこうお椀型のような感じになっていて、で中央線っていうのはその下あたりをこう突き抜けて神奈川山梨方面に行ってるんですよ。なので東京都の西側っていうともっとねさらにこっち側の方がさらに西になってるんですね。なのでここから先東京都の西、まあ、北西の方に進んでいきましょう。意外と東京都これ立川駅っていうと結構西の方まで来た感じするんですけどね、実は全然そんなことなくて、次乗車するのはこちら。お、一見すると中央線のようにも見えますが、あそこの方立川の西側の方を見ると中央線とは線路が分岐しているんですね。そう、あっち。次は青梅線に乗車をしていきましょう。青梅線はこの1番線2番線なんですけど、次のやつはこれ6番線出発なんだ。ちょっとなんか変わった番線からの出発みたいですね。あっちの中央線のホームか。次乗車するのは青梅の方に行く JR 青梅線なんですが、ここ青梅線のホームっていうのは1番線と2番線になっているんですが、次の青梅線の青梅行きはこの6番線中央線の快速列車の下り線ホームから出発をするんです。実はこの青梅線はこの立川始発ではなく東京の方から来た中央線から直通してくる青梅線なんですね。そういった中央線からの直通列車はちょっと面白いルートを通るんです。右側に見えているのが中央線の上下線なんですが、さらに左側の方にやってきました。しかもこれ線路が単線になっているんですよ。しかも周りは雑草が生い茂っていて河川中にも草がびっしり、これもなんか使用されていないような線路のようにも見えますが、ここで下の方、右下の方に中央線の快速列車があり、これをオーバークロス、立体交差のような形になっているんです。これ実は青梅短絡線という路線で、東京方面から来た青梅線に直通する列車っていうのは進行方向を向いて左側のホームに入線をするんです。でそこから青梅線の方、進行方向右側青梅方面、あの北部の方に行く際は中央線の上り線を平面交差しないといけないような形になってしまうんです。それを避けるためにこのような短絡線が設けられて、で先ほど中央快速線と立体交差しましたよね。でこれが青梅線の次の駅の手前まで続いています。中央線の上り線と平面交差なんかしたらラッシュの時間帯とかもうバンバン電車が来るので、どっかで電車突っかえちゃいますからね。さあそしてここで青梅線の2本の線路とここで合流、そしてすぐに正面に待ち構えているのがこれが青梅線立川出発して1駅目の西立川駅、ここで本線の方に入っていきます。で気になるのがこの西立川駅左側にもう1本線路がありますよね。これ上り列車の場合、このように今上り列車がやってきていますが、こっちのホームの方に入る上り列車の線路は短絡線の方に接続されていないので、先ほどの一番左側の線路を上り線は通って進んでいくというわけなんです。立川から先八王子方面に伸びる中央快速線は、まあ、特急列車がバンバン走っていますが、こっちの青梅線の方は平日夜に2本ぐらいしか特急列車がなく、まあ、結構寂しい路線、233系オレンジ色の顔したこの電車しかほとんど通らない路線になっています。ただ青梅線も歴史がかなり深くて、開業したのはなんと1800年代で青梅鉄道が前身だったみたいです。しかも当時はこの今の線路幅、狭軌という JR 在来線の一般的な線路幅ではなく、京弁鉄道なんかが用いている762ミリの線路幅とかなり線路幅が狭く、車体の横幅も狭かったみたいなんです。そしてここで拝島駅にある電流線を通過、右側にはよく東京駅で見る中央線の短いバージョンがたくさん停車をしていますね。この青梅線の末端区間の方では、このいつも東京だと10両編成とかで運転されているオレンジ色の233系が4両とかいう短い編成で運転されていたりしますからね、ちょっとした非日常感をも味わうことができます。西武線と八高線の車両が停車中、拝島駅に到着です。
最近オスプレイが仙台空港に不時着したとニュースになっていますが、そのオスプレイの基地でもある在日米軍基地横田基地もここから北部のところ少し歩いたところに存在をしているみたいなんですが、ちょっとここからは見えないかな。こっち右側の方が横田基地になっていて、でここで3つの線路が分岐、あっち側右に伸びるのは八高線で、左五日市線、そして正面に行くのがこれ伏線になっている JR 青梅線は引き続きまっすぐ真ん中の線路を伝っていきます。同じくこの中央線の車両が乗り入れする五日市線の方はずっと単線なんですが、こっちの青梅線はまだ伏線の区間が続いていきます。そして正面立ち入り禁止のポスターがありますが、真新しいホームがこれ至る駅でホームの端っこに設置をされているんですね。あ、この駅とかすごい、まだピッカピカで新しく新設されているホームと従来のホームがつながっていないみたいですね。東京駅をよく出発する中央快速線の種別、早いやつは中央特快なんかが挙げられますが、もう一つ青梅特快という種別があります。そういった列車は立川からこの列車のようにこの先の青梅駅の方まで新宿東京の方から直通運転を行うんです。で今行われているのが中央線のグリーン車導入工事。現在の中央線は10両編成ですが、グリーン車をつけることによって12両編成になって、10両分のホームはホームを2両分伸ばさないといけないんです。そしてその話題で面白いのがここの東青梅駅、今1番線に入線をしていますが、この東青梅駅将来的にこの1番線の線路、今乗っている線路は取っ払われて片面1面1線の単線の駅になってしまうみたいなんです。これ先ほどの東青梅駅入線の映像をもう一度お見せしていますが、注目すべきは駅の東側の部分、ここですね。駅の端っこがもうすぐ踏切になっているのがわかるかと思います。そしてこの東青梅駅のホームの長さは10両分なので、東側か西側どっちかホームを伸ばす必要があります。ただこっちの通路、踏切があるところを塞いでしまっては近隣住民の方の交通の妨げになってしまいます。なのでグリーン車2両分ホームを延伸するとなれば青梅寄りのこっち西側なんですが、ただここねホームを伸ばすともろ今から進む線路にかぶってしまうんです。これだとホームをどうあがいても伸ばせないっていうことで、ここ今下り列車が出発をする線路を塞いでホームを伸ばして、でこっち側の線路を撤去して片面1面1線として使用する、そんな計画があるみたいですよ。まあホーム2両分伸ばすって言ってもその限られた敷地にホームを置いているわけで、中央快速線が停車する全ての駅でその工事を行うっていうのは本当に大変なことなんでしょうね。さあそしてこの東青梅を出発するとお次はこの列車の終点青梅駅なんですが、東青梅を出発した時点で青梅線は伏線から単線区間に入っていきます。なんで終点の青梅駅を目前としてここで単線になるかというと、その車窓全面展望をご覧いただくとその理由がよくわかります。ここカーブを曲がってここから先しばらくは直線になっているんですが、ただここね左側の方住宅が密集しているんですね。この限りないスペースに伏線線路を2本分通すのは不可能だったんでしょう。右側の方は公道になっていて道と住宅に挟まれたところを縫うようにしてこれ単線が通されているんです。東青梅駅までの車窓とそれから東青梅を出発して青梅までの車窓、かなり車窓のギャップがあるのお分かりいただけますでしょうか。東青梅を出発すると僕以外誰もいなくなっちゃいましたよ。この東青梅と今到着した青梅駅の間の車窓のギャップがものすごいことになっていて、こっから先の車窓もっとね東京と何にもかかわらず秘境感が増す自然豊かな車窓になっていきます。なんだこれ、ちょうどこれ対面乗り換えかと思ったら東京行きだった戻っちゃうやん。列車が出発すると真新しいホームがひょっくりと顔を出しました。これも中央線のグリーン車導入に伴って青梅駅現在1面2線の割と小規模な駅なんですが、ここにもう1面取り付けられて2面3線の駅に進化するみたいなんです。ここも駅の横たくさんの側線がずらーっと広がってるんですが、昔ね電車区青梅電車区っていう車両基地があったみたいです。おお、単線の間すり抜けるように入線をしてきましたよ。奥多摩行きの普通列車で、この青梅駅には東京都内にもう一つめちゃくちゃ似ている駅があります。この青梅駅は青い梅、
そういう風に書くんですが、ゆりかもめの駅で青海駅っていう駅があるんですよ。それが青に海って書いて青海駅って読むんですよ。本当、木偏か山水かの違いでめちゃくちゃ間違える人が多く、ゆりかもめの青海駅の方はゼップ東京とかライブ会場があったりして、公演とかライブなんかが行われる際にはたくさんのお客さんがそこで乗り降りをするわけで、でゼップにライブを見に行く人が間違ってこの東京都の西の青海駅に来てしまって、あれライブハウスなんてなんもないじゃんみたいな、そんな事態が割と頻繁に発生しているみたいなんですよ。まあ、鉄道マニアの方であれば駅の違いに気づくとは思うんですが、一般の方からしたらそんなの乗り換え案内に出てきたらそこにただ進むだけですよね。これは本当にね、気をつけないといけません。実際に出演する側のアイドルとかアーティストがこっちの駅まで来てしまって、で公演に間に合わなかったみたいな、そんな恐ろしい事態も何回かあったみたいですからね。青梅駅の構内にはたくさんの線路、側線が広がっていきますが、ここで再び単線の区間になりました。青梅から先、終点の方まではずっとこのように単線が続いています。もうこの景色だけ見てもどっか山梨県とか長野県の地方路線に来たんかっていう感じの景色ですが、ここは紛れもなく東京都です。ここから景色だけではなく標高もどん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 と上がっていって、そしてこの列車の終着駅はなんと東京都内で最も標高が高いところにある駅になっています。いやいや、さっきの警笛とかもいつも首都圏で聞く JR 在来線のバーンっていう警笛なんですが、そんないつも新宿とか東京で見る電車がこんな山奥の中を走る光景なんてなかなかに見ませんからね。そして青梅線は立川から西側の方に伸びてくる路線ですが、先ほどの青梅駅から終点までの区間は東京アドベンチャーラインという愛称が付けられているんです。ここから先終点までは多摩川の上流に沿ってくねくねと走っていくわけで、駅を降りるとすぐに多摩川、自然のアクティビティを楽しむことができる自然豊かな路線ということで、そんな愛称が青梅駅の西側の区間のみに付けられています。そしてここから駅の設備もだいぶ変わってきますよ。これ簡易スイカのタッチ機、到着したのは宮野平、これ宮野平って呼んじゃいそうですが、この駅で列車交換、途中列車交換のため宮野平駅に停車中ですが、もうここまで来ると改札機がなくなるんですね。ほら、簡易スイカタッチ機があって、今もうそろそろ上り列車が来るみたいなんですけど、これ正面ご覧ください。奥多摩方面見るともう何これ、どっかの秘境駅にいるような気分になりますけどね。こんな中を中央線と同じ E233 系が通っていくのはちょっと違和感がありますね。結構簡易的な駅だなと思ったら、もともとこの駅は青梅鉄道の貨物駅として開業したらしいんです。なんでもこの近くに石灰石の採石場があって、そこから貨物輸送が行われていたんだとか、駅の島式ホームの横にはたくさんの草にまみれた側線がありますが、ここ側線の方は重量に対応していて、中央線で使用される青梅特快、長い重量編成がこの宮野平に回送列車、まあ、留置するために入ったりすることもあるみたいですね。そしてこの駅で列車交換が行われます。種別のところを見ると何やら赤色で表記されているのをお分かりいただけるかと思いますが、これは休日限定で運転されているホリデー快速奥多摩号。東京駅から奥多摩行きの下り列車は確かなかったと思うんですが、上り列車に関しては夕方土日祝日限定で奥多摩から東京行きっていうのが出てるんです。さあ、このトンネルも単線トンネルで、なんか横須賀線の方にありそうな、歴史のありそうなトンネルになっています。奥多摩の方では登山客の方々が乗車をして東京まで直通で行けるので、ホリデー快速奥多摩号はかなり便利だと思います。途中の拝島で連結して6両編成だったのが10両編成に変貌を遂げるんですね。僕も実は奥多摩駅から帰りホリデー快速の東京行きに乗ったんですが、登山客というかそのアウトドアをしていたお客さんがもうボワーッとこう乗ってきてですね、ただ法務庁的にもここ奥多摩から出発するのは6両編成になっているので、まあ、かなり立ち席も目立っているような、そんな大人気な状況でしたよ。シェルター、そして左側には国道、さらに左の方には多摩川が流れています。
この青梅線、先ほどの日向和田駅周辺でかつてたくさん石灰石が取れたみたいで、日向和田駅までの開業が1800年代となっているんですが、そこから先今運転している区間はさらに年数が空いて1920年代の開業となっています。到着した石上前駅の正面にはこれ第4種踏切ってやつですね。遮断機も警報機もない危なっかしい踏切が、しかもこれ脇道が民家の方に続いているんですよ。これは公式に作られたものなのか、それとも地元の方が勝手に作ったのか、疑わしいレベルで小規模な踏切となっています。これ車窓横の方から見るとどんどんと勾配を登っていっているのがお分かりいただけますでしょうか。これ正面の方に多摩川の上流部があって、でそこを中心としてこう V の字に谷のような形になっているんですね。でその端っこ、谷の端っこを沿うようにして青梅線の線路が通されています。次に到着したのはここ二俣尾駅。今では一面二線の構造ですが、どう考えてもこれ左側と右側の方にさらに線路が伸びていた形跡があります。おそらく線路も4本ぐらいこの駅に通されていたんでしょうね。この近くには雷電山っていうちょっといかつい名前をした山があって、でその山から石灰石を輸送するのにこの駅の周辺までロープウェイが通されていて、でそのロープウェイを伝って石灰石が輸送されていたみたいなんです。どうやらこの二俣尾駅の奥多摩よりまさにここら辺、ここをもうちょっと先に行ったあたりにあったんでしょうけれども、その痕跡は全く見当たりません。行く田端 JC67 電車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意。途中行く田端駅に到着。ここまで来るとだいぶ標高が上がってきたのが分かりますね。ここさっきの中央線との乗り心地を比較すると、やはりこっち青梅線の特に西側の方は線路がしっかり整備されていないのか分かりませんが、結構ねこう巨人に床を下から上にぶったたかれているようなガコンガコンというかなり激しい揺れを伴いながら列車は進んでいきます。そして到着したこちらの駅、お他の駅と比べると明らかに設備が充実しているというか、この駅のホームの面積が島式だけどかなり広くなっていますね。到着したのはここ御嶽駅。この御嶽駅では高確率でこの上り列車との行き違いが行われます。昭和4年にそれまで青梅鉄道だったのが青梅電気鉄道になって、線路幅も現在の JR 在来線と同じく1067ミリの狭軌という線路幅に広げられることになり、その際にさっきの二俣尾駅からこの御嶽までの延伸が実現したみたいです。二俣尾あたりまでは石灰石輸送が目的、貨物輸送を目的として線路がどんどんと伸ばされましたが、もうこっちは完全に貨物輸送関係なく、御嶽駅周辺には知名度の高い武蔵御嶽神社などもあって観光需要もそこそこあったみたいで、そういった需要を取り込むために御嶽駅まで延伸が実現したと、そういった形になっています。普段このオレンジの E233 系の車窓からは中央線沿線の都会の様子、また駅に到着しておびただしい数の人、そんな景色を見ていますが、それとは対照的な景色が眼下に広がっているんです。すごいこれ東京都内とは思えない光景ですよ。なんかどっか山梨県とか長野県とかあっちの方にいるような感覚ですけどね。まもなく川井駅に到着ですが、正面にはおかなり綺麗な橋梁が現れましたね。あれ奥多摩大橋、1990年に開通した比較的新しい橋なんですが、多摩川にかかっています。あんな大掛かりの橋を通すなんてお金も時間もかかってしょうがないでしょうね。うわ怖っ、これ崖ギリギリのとこ走ってますよこれ。うわ怖っ、落ちたらひとたまりもない。もうすぐ眼下に多摩川の上流がずっと通っていて、道路よりもさらに高いところを走ってるんですね。ちょうど今コロナ対策で他のお客さんが窓開けてったんで、ち
ょうどいいやと思ってこれ開けながら見てますけどね、景色がとにかく綺麗だけど、その分やっぱね揺れもすごいみたい。うわ、めちゃくちゃ寒い。途中鳩ノ巣駅に到着、ここで上り下りの待ち合わせがあるみたいですけど、ここら辺まで来ると駅間がかなり長いので上り列車の待ち合わせを行うにも下り列車が数分、多分 4,5 分だと思いますが、この駅で停車。途中これ鳩ノ巣駅ご覧ください、これ駅舎すごくないですか、めちゃくちゃレトロだし、超もうこっちの方まで来るとね、全然なんか東京都内の10月中旬ぐらいの気候、めちゃくちゃ涼しいんですよ、びっくり。空気も綺麗だし、今僕半袖で来てるんですけれど、気候過ごしやすいよ、こうやってちょっと寒いぐらい。この鳩ノ巣駅、ものすごくレトロな木造駅舎になっていますが、この駅舎なんと開業昭和19年で、1944年開業当初からある駅舎が使用されているみたいなんです。そして標高はなんと310メートルとだいぶ高いところまで登ってきました。あの標高0メートルの駅は総武線、都心だと錦糸町駅とか、あとは新小岩駅が挙げられますが、そういった駅からだいたい東京タワー丸々1個分ぐらいの高さにこの位置は立地しているといった、そういった形になるんです。そしてまたこの駅で列車交換が行われます。また見慣れた中央線の車両がやってきましたが、おお、これ方向幕見ていただくとホリデー快速の文字が描かれていますね。これも東京まで直通することができるホリデー快速奥多摩号、これ6両編成で、結構これ見ていただくとお客さん乗ってるのが分かります。この時間帯からさらに夕方になればまたお客さんは増えることでしょうね。っていうかこれホリデー快速奥多摩号にグリーン車がつけば最強なんですけどね。奥多摩から東京まで直通ってのは便利っちゃ便利なんですが、さすがにロングシートとか立ち席でその距離を移動するとちょっと疲れちゃいそう。そして到着したこれ白丸駅、うちのチャンネルでも以前取り上げましたが、東京一の秘境駅と呼ばれている白丸駅、あの北海道の日本一の秘境駅小室駅と同じく両サイドをトンネルに挟まれていて、片側一面一線となっている利用者数の少ない駅です。白丸駅を出発すると、この東京都東西横断の旅ももうそろそろ終盤ですよ。ここから進行方向左側、おー、立派な駅舎が見えてきました。終点のここ奥多摩駅に到着。駅の位置は東京都内で最も高く、ここ標高は343メートルとなっているんです。あの東京タワーよりも単純計算で高い位置に存在をしている、そんな駅です。駅の先端にはすげえ超イカチ工場がありますけど、この線路もずっとさらに奥の方まで昔は続いていたみたいですね。こうなんか駅をね降りてから、あの草津温泉とかあの伊香保温泉とか、こう温泉街に降り立った時と同じ空気がするんです。ちょっと何こう硫黄の匂いっていうか、自然と硫黄が混ざった香りっていうの、安らぎの匂いがねこう漂ってます。でも奥多摩って温泉街っていう感じなんですかね、山登りとかそっちがメインなのかもしれませんけど、まあ、とにかくこっちは空気が綺麗、東京都とは思えませんねこの雰囲気。なんかこれ温泉施設のような駅舎をしていますね奥多摩駅。駅のロータリーにはこれ奥多摩より先、鉄道が通っていない区間に行くのか、たくさんのバス、路線バスが発着をしているんですね。そしてここが東京都最西端の駅の真の終点。実はここから先、かつて1950年代ぐらいまでさらに線路が続いていて、小河内ダム、奥多摩湖の建設が進められるタイミングで、その建設資材を運ぶ専用線がここから先伸びていたんです。今ではそのつながっていた線路も分断されてしまって、その線路の一部が駐車場なんかになっているみたいですが、線路は奥の方まだ残っているみたいですよ。東京都の一番西最西端の奥多摩駅に到着をしました。これここから先線路はありません。お、何これ、キノコが生えてる。これが現在の奥多摩駅の一番西側。こっから先は昔は線路がずっとつながっていて、貨物のヤードがあって、で石灰石かなんかを川崎の方に貨物輸送をしていたみたいなんですが、今では貨物輸送もなくなっています。
僕らが都内で、あ、東京タワー高いっつって見上げている東京タワーのてっぺんマイナス8メートルぐらいの標高に今いるらしいんですよ。ものすごいことだと思います。一見ね、地図で見てみると全然こう高低差ってのは全然表現されてないんで体感することって少ないと思うんですけど、平面の地図ではもう感じ得れないほどの標高差があるということになりますからね。一口に東京都といっても、まあ、これだけ東側と西側で差があることがよくお分かりいただけたかと思います。皆さんもぜひ奥多摩の方は本当に景色がめちゃくちゃ綺麗なので、しかも今日僕が使ってる土日祝日2700円ぐらいで乗り放題になる休日お出かけパスっていうのがあるんですけど、これ使えば東京からいくら乗っても2700円で奥多摩もねフリーエリアに入ってるんで、東京から近くてお手軽で観光したい、安く観光したい、自然を感じたいっていう方は奥多摩青梅線ぜひおすすめなので、よければ訪れてみてください。というわけで今回も長々とご視聴ありがとうございました。